さて、高滝の旅2日目、今日のお目当てはここ市原ぞうの国。この間アニマルワンダーリゾートとしてリニューアルオープンしたんだって。楽しみだな。園内に入っていきなりゾウさん。新エリアエレファントスプラッシュでは水浴びを楽しむゾウさんの自然な生態を目の前で見られるんだって。ゾウさんの水浴びは大迫力。濡れないように気をつけないと。これこれ、楽しみにしてたんだ。芸達者なゾウさんたちのゾウさんショー。リリカもユメカも桃園生まれのゾウさんです。お誕生日ごとにフラフープ1本ずつ増やしてきました。リリカは7歳なので7本、お姉ちゃんのユメカは13歳ですので13本に挑戦です。頑張って。体は大きいけど、ゾウさんの踊りかわいいな。ゾウの国にはゾウ以外の動物もたくさんいるんだって。せっかくだから他の動物たちにも会いに行ってみよう。こちらはラマさん、こんにちは。アルパカさんはお昼寝中みたいです。マーラ、あ、レッサーパンダ知ってる。こちらはプレーリードッグ、キュートなお食事姿。カピバラふれあい広場だって。中に入ってみよう。
パラさん近い近いって。こちらは建設中の新施設メイズー。この奥に最近話題になった動物がいるって聞いたんだけど。あ、いた。荒川で迷子になったニホンジカのケープくん。今はお嫁さんと二人で市原暮らしなんだって。エレファントスプラッシュの正面に新しくできたのがフードコート。本格的なタイ料理のレストランとファストフードのドムドムバーガー。あ、マークがゾウさん。そういうことか。ドムドムバーガーに行ってみよう。皆様こんにちは、横社ドムドム。どれにしようかな。味噌ピーチキンバーガー限定商品だって。すいません、味噌ピーチキンバーガーのセットを。飲み物はアイスコーヒーで。困りました。味噌ピーチキンバーガーのセットが1個と飲み物がアイスコーヒーでよろしいですか。はい、かしこまりました。お一番以上でよろしいですか。はい、はい、お会計は950円になります。はい、少々お待ちください。また入ります。ワン味噌ピーワンミドルアダーピーシャケー2パーツン。こちらただいまからお作りしましたので、6分ほど待ちいただけますか。はい、ありがとうございます。眺めのいい2階のテラス席でいただこうっと。お待たせしました。はい、はい、すいません、ありがとうございます。どんな味なのか気になるな。いただきます。うん、甘めの味噌とジューシーなチキンの相性が抜群で、チキン唐揚げとピーナッツのザクザクした食感もいい。野菜もたっぷり。味噌の深い味とトマトのさっぱりした味わいが合わさって絶妙なバランスです。ここでしか食べられないこの味を求めてくる人もいるみたい。ショップも新しくなったみたい。ちょっと覗いてみよう。メモリアルなゾウさんたちのぬいぐるみや、ここでしか買えない限定商品など、いろいろあって迷っちゃうな。こちらも新施設のタイミュージアム。タイの異国情緒漂う空間で、タイの雰囲気を感じることができます。象の国では象さんに乗ることもできるんだって。今度来た時には象さんライドに挑戦してみよう。そうそう、動物と触れ合えるといえば、この近くにある長谷川ライディングファームでは体験乗馬が楽しめるんだって。こちらも楽しそう。いやー、新しくなった象の国楽しかったな。あれ、道端にのぼりがたくさん立ってる。
チゴ狩り。ビニールハウスだ。寄ってみよう。こんにちは。こんにちは。ここでイチゴ狩りができるんですか？はい、そうです。ぜひやりたいんですが。中学生以上が1800円になってます。お願いします。はい。こちら練乳になります。どんなイチゴが食べられるんですか？今日のイチゴ狩りがこちらの A ハウスというところですので、品種が弥生姫、シンクのみすず、チーバベリー、香りの紅ほっぺがあります。なるほど、手元の高さでいちごが栽培されているから取りやすいですね。いちごの取り方とか教えてもらってもいいですか？まず葉っぱが反り返っていってですね、これが新鮮な状態ですね。あと、色がやっぱこうお尻まで赤いものの方がいいので、それを選んで、私は基本2本指でこの茎挟んで、この先っちょをひねると取れるので。おいしい。酸味と甘みがちょうどいい。これ紅ほっぺです。割と流通が多い品種で、スーパーとか比較的多いものになります。これは酸味が控えめで甘みが強い。これもおすすめの品種です。完熟されてます。どうぞ。甘いです。果肉もジューシーで、名前の通り香りも特徴的。これも香りのよりは酸味があるんですけど、後継品種というか、これからの時期に多くなる品種になっています。果肉がしっかりしていて食べやすい。千葉の品種のシンクのみすずという黒いちごって呼ばれているものです。普通のいちごとだいぶ色が違うと思いますけど、東金の鳴川さんって方が作った品種です。本当だ、濃い。色も香りも甘さも濃厚で、キャッチコピーは全部濃いだそうです。お持ち帰りもできるんですか？そうですね、いちご狩り来ていただいた方でも、この絶世のいちご美女というネーミングで売ってるんです。このパックこのぐらい持っていただいて600円税込みになっております。なのでこのパックだけご購入いただいている方も結構いらっしゃるので、気楽に来ていただけたらと思います。持ち帰りだけでもいいんですね。いいお土産になりそう。こちらの房野駅農場の山小川いちご園では営業5月末まで予定しておりますので、コロナがあるコロナ禍ですけれども、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。いやー、充実した2日間だったな。でも、まだまだ回りきれていないし、季節によっても楽しめるもの変わってくるんだろうな。高滝湖周辺要チェックだな。また遊びに来ようっと。